さんまの東大方程式は僕が一番最初に、いや違うな、一番最初にスポットライトを当ててくださった番組はさんまの東大方程式、やっぱり大きく大々的に取り上げてくださったんですけど、その前に好きか嫌いか言う時間っていう番組があって、知る人ぞ知る、僕の離散程度なら1000回受けて1000回受かる宣言をした番組ですよね。はい、離散程度なら、まあそれもね、言い切りなんですけど、はい、離散程度なら1000回受けて1000回受かるっていう、まあ、発言をその番組でして、それがテロップ入りで放送されて、そこのキャプチャが定期的に出回るっていうね、はい、まあそれが一番最初にちょっとなんか、なんだこいつってなった最初の番組だと思うんですけど、懐かしいですね。まあ、あれをね、あの放送もあのキャプチャだけやけに出回ってますけど、その一個前に別の人が、その理科二類程度だったら100回受けて100回受かるみたいな発言してて、それに対してまた今度坂上さんが、え、すごいね、河野くんはどうなのっていうふうにパス受けたんですね。だから前のやつを受けてその発言だったので、突拍子もなく急に言い出したみたいなわけじゃないですね。流れを組んでその発言があったので、まあでもね、その衝撃発言がね、今キャプチャーいろいろ出回ってますねという感じですね。よく見るやつですね。